それでは私の今日のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は先日の14日に総練習があって、竹組さんちょっぴり変更点がありまして、そのお話を竹組さんにして、そしたらもう前向きに、すごい竹組さん、こんなのはどうかなとか、振り付けなんですけど、こういうのはどうかなとか、こういう風に踊ってみたらどうかなっていうお話を、もうみんなで一致団結してお話し合いをすることができました。その姿を見ていてすごい嬉しくなりました。お遊戯会最後なんで、もうより良いお遊戯会になるためにって言って、先生たちもよくこう見てアドバイスだったりとかしてくださったので、もうすごい それに向けて年長さんもそうやって頑張ってくれている姿を見て、とっても幸せな気持ちになりました。そして今日はキッズもあって、つなげっとっていうアプリを使って行っていったんですけど、竹さんつなげっと大好きで、とても久しぶりにやったんですけど、覚えてるよって言って、今日は2人1組で iPad を使ったんですけど、その iPad も使い方がとっても上手で、2人1組になって、じゃあ次私がやったから次は誰々ちゃんねとか、誰々くんねっていう話をしながら進めていったり、もうなんか仲良くこう進めていく姿を見て、すごいな、さすが竹組さん、さすが年長さんだなと思って、とっても幸せな気持ちになりました。またお遊戯会に向けてもどんどん頑張って進めていきたいなって思った一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。ハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は火曜日ということで、年中さんと年長さんはエンジョイイングリッシュがあったんですけれども、先週の火曜日が祝日で幼稚園の方休園だったので、なんだか久しぶりにみんな感じていたようで、すごい朝から楽しみにしている様子でした。とエンジョイイングリッシュが始まると、英語のリサ先生がすごく元気で、すごい子どもたちもそれに負けずに声をいっぱい出して元気に取り組んでいる姿が見られて、私もとても嬉しくなりました。とリサ先生と一緒に英語の歌だったり、この英単語を一緒に勉強していったり、楽しくやっていったんですけれども、子どもたちが毎週楽しみにしているのが英語の絵本がありまして、いろんな種類があるんですけど、それを毎週とても楽しみにしていて、今日は仕掛け絵本みたいなのを読んでもらったんですけど、なんか上と下がそれぞれ開くようになってて、その組み合わせを楽しむみたいな絵本だったんですけど、上が例えばそのピザだったら、下が人になったり、下が雲になったり、なんかいろんな組み合わせがすごくあって、リサ先生が開くたびにもうポッてみんな笑うみたいな大爆笑が起きたりして、すごく楽しい時間を過ごせました。と、何ですかね、やっぱ年中さんから英語が始まって、最初は緊張だったりとかしている場面もいっぱい見られたんですけど、とても今は楽しみの一つになっているみたいで、私もとても嬉しい気持ちになりました。これが私の今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は天気がとっても良かったので、つくしさんの友達は元気いっぱいにお外でたくさん遊びました。で、外で遊んでた時に、こうつぼみさんとたんぽぽさんの友達もお外に出てきたんですね。で、つくしさんもこう一緒に遊んでたんですけど、なんか様子を見てると、前にこう2人乗りの三輪車があって、前につぼみさん、後ろにたんぽぽさんで、つくしがそれを押してるんです。で、なんか入園した時はこうお兄さんお姉さんに助けられながら一緒に遊んでたんですけど、今はこう何ですかね、自分よりもちっちゃいお友達の面倒を見たいっていう気持ちがすごくあって、お砂場で遊んでてもスコップ貸してって言うとどうぞって渡したりとか、何だったらこう貸してって言う前に使っていいよ、これもあげるこれもあげるなんていう姿も見てて、あ、なんか本当にこの、まあ、1年経ってないんですけど、なんかすごいたくさん成長したなって思って、すごいなんか感動してました。で、もう一つ面白いなと思ったのが、女の子2人がこうケーキ屋さんをやってて、買いに来てくださいって聞こえたんで、お友達と言ったんです。で、ケーキくださいって言って、はいどうぞってもらったんですけど、なんかその女の子2人が、先生お金はあ、そうだよね、タダで食べちゃダメだよねって言ってたんですけど、なんかその時自分も何もなくて、あ、ごめんなさい、お金ないのって言ったら、じゃあ今日は特別、次は忘れないでお金持ってきてくださいねって言われて、あ、わかりました、じゃあ今日はつけておいてくださいって
分かりましたって言って次もう一回2回目買いに行った時はちゃんとお金を持って美味しいケーキも買いに行きました。そしたら子供たちもすごい喜んでくれて、あ、先生忘れないでよかったね、偉いねって褒めてくれたのですごいなんかほっこりしました。はい、そして今日はですね、あの竹組の佐々木先生がお誕生日なんですね。でそれなんかつくしさんのお友達にもなんとなく佐々木先生誕生日らしいよっていう話をしてたら、なんかこうすれ違う時に佐々木先生おめでとうってこうつくしさんのお友達も言ってて、あ、なんかこうお互いのお誕生日もおめでとうって素直に言えるようになったんだなってい う, こうなんですかね、たくさん成長を感じた、もう自分もすごい幸せな一日になりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。2月生まれお誕生会がありました。桃組さんのお友達の中でも2月生まれのお友達がいて、ステージの方で堂々と発表している姿に大きくなったなって成長を感じることができました。また公演後さようならした後のちょっと出来事なんですけれども、ここ最近子どもたちの中でハマっているものがありまして、それが先生の真似をするというか先生ごっこ、なんか自分が先生になりたくてこうなりきって遊んでる姿がこう見られるんですけれども、こうさようならしてこう部屋で集まっていると、こう一人の男の子が椅子を持ってくるんですね。椅子を持ってきて、はい、じゃあお名前呼びます、お集まりしてくださいとかって言って、こう急にこうみんながこう集まりだして、その周りに集まりだしてお名前をこう先生役の子がこう呼んだりとかしてるんですけれども、朝の会をきっとやってるんですよね。朝の会の状況を毎日こうやっているので、こう流れとかも分かるっていう、みんな分かってはいるんですけれども、そういうのをこう自分も先生がやりたいってこう順番順番に回して先生役をやっていて、可愛いなっていうふうに思いました。で私も今日参加させていただいたんですね先生役で、はい、じゃあお名前を呼びます、集まってくださいって言われたので、私もこうさささっとこう集まって体操座りをしてたんですね。そしたら先生かっこいいみたいな体操座り上手みたいな声とかも言ってもらえて、なんかなんだかこう嬉しい気持ちになりました。なんかこう私がやっていることも子どもたちがこうしっかりと見ていて、こう真似をしてくれるって、なんかちょっと恥ずかしい気持ちもあるんですけれども、すごく嬉しいなって感じた一日でした。でまた今日はいよいよ明日お遊戯会ということで、午後から先生たちみんなで準備をしていったんですけれども、窓の方に飾り付けを私していったんですけれども、そしたらペンギンさんのお友達がこう、わーすごいって、明日お遊戯会だってこう楽しみっていう声がたくさん聞かれて、お遊戯会頑張るぞえいえいおーってこうお部屋の中とかでもすごいこう盛り上がっていたんですね。でその姿に私も明日からのお遊戯会がとても楽しみな気持ちになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は令和元年度お遊戯会の1日目がありました。これまで子どもたちたくさんお遊戯の練習を頑張ってきたので、今日その力を存分に発揮できたと思います、私はですね、松さんの、お着替えとか準備とかをしていたので、他のクラスのお友達のお遊戯は見れなかったんですけども、そのステージに松さんが準備するのに移動して、ホールの入り口のところで待っていると、終わったお友達がすごいニコニコしながら、あ、楽しかったねみたいな、楽しかったお話しながら、あと表情もすごいニコニコしながら帰ってくるのを見て、きっと 100% の力出し切れたんだろうなって思って、そんな姿を見て私も嬉しくなりました、で松さんの方でも男の子も女の子もみんなすごい、男の子はかっこよく、女の子は素敵に踊ってくれました、横で見てる私がうるうるしそうなぐらい本当みんな頑張っていて、素敵だなっていう風に思いました。終わった後はお部屋に帰って、みんなどうだった？ってドキドキしたってやっぱりいっぱい言うんですね。でもなんかこのドキドキしたっていうのの言い方とか、ドキドキするっていう時になんかこうちょっと嬉しそうな感じ、ドキドキするとかじゃなくてドキ
キドキするみたいな、ちょっとこう上がるような、ちょっとこう緊張はやっぱりしてるんですけども、やっぱりこう早く踊りたいっていう気持ちがあって、なんかそういうドキドキってすごいこういいなっていう風に思って、今日は素敵な一日になったんじゃないかなっていう風に思いました。今日来てくださった保護者の方、本当にありがとうございました。そして明日はお遊戯会2日目もありますので、明日、来てくださる保護者の方は、気をつけてお越しになってください。明日もすごく楽しみです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。今から私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日はお遊戯会2日目ということで、昨日に引き続き無事にお遊戯会が終わりました。子どもたち朝からすごくワクワクしている様子がすごく伝わってきたんですけど、本番上がるまではすごいこうドキドキしている感じだったんですが、上がってからはすごい、なんですかね、今まで練習してきた成果を昨日と同じようにすごい十分に発揮することができました。そして終わってからこう私ステージの横で見てたんですけど、子どもたち幕が閉まるまではこう決めポーズして待ってるんですね。で閉まった瞬間に私の方ちょっとホッとした表情でこっちを見るんです。そうすると私も頑張ったねって言ってこう笑顔で返すんですけど、子どもたちもこう、まあ、踊ってる時も笑顔だったと思うんですけど、それにこう安心した笑顔ですかね、こうホッとした笑顔でなんかこう見てくれるのがすごい、あ頑張ったんだなっていうのが伝わってきて嬉しくなりました。そして終わってから12時20分くらいですかね、こう鈴木先生の放送がお部屋から聞こえてきたんですよ。そしたらありがとうございましたっていう放送に、まあ、子供たちに向けて言ったのかもしれないんですけど、子供たちなんかすごい拍手してくれて、あなんか先生たちも頑張ったし、子供たちみんなも頑張って、なんかすごい楽しいお遊戯会になったなっていう、こう終わりを感じながらの寂しさと嬉しさが感じられました。またお休みが3日間続くんですが、またお休みをゆっくり過ごして子供たちに水曜日元気に会えるのを楽しみにしています。昨日と今日お遊戯会ありがとうございました。